階段アミーゴ。縛られるって書きますからね。縛られてるんじゃないですか。はあ、ちょっと場所言えないですけど、まあ、都内にもね、こう、最近、ある病院がこう、建て、壊されて、移転した病院があるんですけど、僕の知り合いで医療関係やってる人がいて、その方が、その病院の、まあ、近くに住んでるんですよね。居酒屋かなんか行って、お酒飲んでたら、隣に男性二人が座っていて、で、喋ってるんですよ。で、どうもそれ、取り壊された病院の、あの、お医者さんらしい会話をしてて、で、なんとなく興味があって、こう、耳に入る会話を聞いてたら、病院移転したけど、あの後あそこマンション建つらしいよ。絶対幽霊出るよな、っていう会話をしてたらしいですね。やっぱそういう場所に残るっていうのはあるのかもしれない。絶対ですね。しかも、それ、そこで働いてた方々が絶対って断言するってことは、働いてた期間に、いろいろあったってことですね。そうですね。